これで警察署これで警察署。あ、お隣さん、いたいた。お伺いしたいことがあります。寂しい時あなたのお隣、お隣です。チェ。あ、いえいえ、お化け部から話は聞いてますので、なんなりとお聞きください。どれどれ。ですね、被害者はカサミユキの22歳 OL。 なんでミニなんだ。品形市のマンションに一人暮らし。一昨日の7月2日の深夜3時頃、自宅で急性心臓麻痺で死亡しました。急性心臓麻痺なんだ。7月2日、一昨日の7月2日、紫くんが死んだのは6月26日か。7月2日の、でも深夜3時っていうのは一緒なんだな。深夜3時。いわゆるショック死ってやつですね。発見は？同じく2日の午後3時頃です。約束で訪問した友人が発見し110番しました。現場の状況は？ご存知かと思いますが、タクリマックスというゲームをプレイ中だったようで、コントローラーを持ったまま亡くなってました。何かよほど強いショックがあったんだと思いますが、何があったかは依然不明のままです。と、まあこれが概要になりますね。僕は自殺だと思うんですがね。遺書もありますし。じゃあ部屋にあったコートは？見間違いですよ、きっと。それなら全て説明がつきます。それはちょっと強引すぎる。ちゃんと触ったんだから。萌えな事件。死因は伊豆名さんの判断通り青酸カリの服毒らしいですね。紅茶に入れられてたってところまで紫さんの例と同じです。まあこれは後追い自殺ってやつだと思いますよ。刑事の勘で。後追い自殺する人がゲームなんかしてるんでしょうか。死んだ彼氏の残したキャラクターに紫さんの生前の面影を感じて浸ってたんじゃないでしょうか。へえ、お隣さんもそういう感傷的なことを考えるんですね。当然ですよ。こう見えても人情派ロマンチスト刑事なんですから、僕。はぁ、はぁ。その他。あ、そうそう。お化け部からこれを預かってますよ。どうぞお持ちください。あ、紫さんのメモリーカードですね。ありがとうございます。これでできちゃうじゃん、そしたら、ゲームが。カサミさんの人間関係は洗いました。まず家族構成なんですが、彼女幼い頃に事故で両親を、亡くしているらしく、一緒じゃん。カサミ家に養女に入ったそうなんです。しかし特別養子縁組制度によって実母や実父の記録は消されているため、実の親については旧姓すらわからない状態です。じゃあ誰かの姉妹兄弟かもしれないってことか。そうなんですか。現在カサミ家は養父が一人ですね。母親は2年前に病死しています。その他人間関係は極めて良好だったようで、ゲーム好きを集めてサークル活動もしていたようですよ。兄弟で同じ持病を持ってる。でもな、両親を亡くしてて一人が養父、養子が養子に行くってこともないか。ああそうそう、紫さん、あの唐島萌奈って女の子と付き合っているのかと思ってましたが、本当は少し違うみたいですね。なんだって。実は他にももう一人付き合っている人がいたらしいんです。マンションの住人からの証言なんですが、やっぱり二股なの。まさか笠見幸乃さんですか。それなら携帯電話のミニの件もつながります。残念ながら相手の名前まではわかりませんでしたが、その可能性は十分考えられますね。ただ話によると、何年も前から紫さんの部屋に入り浸っている感じだったそうですよ。紫さんって結構やり手だったんですね。イメージ変わってきましたよ。なんか真面目な人って聞いてたんですけどね。でも小林ともちょっとそういう関係だし、萌奈ちゃんがちょっとドロドロしてきた。みんなつながりあるじゃん。そしたら唐島萌奈さんはどうも一つのところに収まれない性格らしく、少し調査をしただけでも多くの男性と関係を持っていたことが分かりました。なるほど。紫さんとも本気で付き合ってたのかどうか分かりませんね。萌奈さん意外と派手な私生活だったんだな。そう決めつけるのもどうでしょうか。
きっと寂しがり屋で自分が誰かの役に立てると思うと献身的になってしまう人だったんだと思います。まあ、そういう人いるわな。でもそれって男にとっては都合がいいというか、そうですね、いいように利用されてたのかもしれません。小林とかね。他にはないの。それぞれの事件にほとんどつながりはないのに、同じゲームをプレイしていたってところがどうにも引っかかります。そんなにゲームが好きな人だったならゲームには慣れてるでしょうし、多少のことではショックを受けないと思いますが、確かにな。じゃあお化けでも見たんでしょうかね。ははは、もう真面目に考えてください。お化けね。この一件はもう事故として処理されていますよ。訪ねてきた友達は怪しくないんかね。紫さんはネット関係に知人が多いみたいなんですが、その辺は探りようがないので正直お手上げですね。そっか、パソコンもフォーマットされてたんですよね。そうか。萌奈さんは玄魔の小林って人ともつながりがあったそうですし、恨みを買ったりしちゃったんでしょうか。見る。そんなもんか。いくるみさん。はい。仮に萌奈さんの本名が小林さんなのだとすると、はあ、小林さんが萌奈さんをスパイとして紫さんに差し向けたとも考えられませんか。ああ、ありえる。そういえば紫さんの新技術は人を殺してでも欲しい画期的なものだって。なるほど、それならつてつまが合いますね。合鍵は持っている萌奈ならいくらでも細工できますしなんで、呼び捨てはこの面ではあるか。で、後になって責任を感じて自殺を。というよりも後悔してでしょうか。小林さんのためを思ってやったのに捨てられたとか、それで紫さんへの気持ちに気がついてとか、そんな。じゃあ僕その線で洗ってみます。ありがとうございました。でもまだ、行っちゃいました。じゃあこの件はお隣さんに任せて、私たちは別の切り口から捜査していきましょう。じゃあ事務所行くか。じゃあ事務所に戻りましょう。先生まだ帰ってきてない。ほんと何やってんだか。本当に何やってんだ。さて、とりあえずさっき預かったメモリーカードで早速ゲームをプレイしてみましょう。プレイする。アルジできるんだけど。アルジやる。あら、いつの間にやらいくるみさんもアルジの虜ですか。まさか名前を間違えたなんてことはありませんよね。いや決してそういうことは。やばい、これストーリーに関する選択肢だったか。やっべ、今ので評価落ちてバッドエンドに行くかもしんない。今はタクリマクスを確認しましょう。アルジェなら今度私が貸してあげますからね。シリーズ全部持ってますよ。そうなんだ。特におすすめなのは4作目のですね。わかった、僕が悪かった。プレイするか。タクリマクス、先生の部屋からゲーム機持ってきました。ネット回線もつなぐんですよね。そうそう、オンラインゲームだからね。と、これで入れるはず。ログイン。なんか2002年頃のゲームって、私まだちっちゃかったから全然どんぐらいオンラインゲームが発達してたのかわからんわ。へえ、これがタクリマクスですか。見た感じは普通の RPG っぽいですね。友達リストを開いてみよう。一緒に行動した回数が多い順に並び替えしておくよ。アイビス、ミニ、チゼル、モケピ、ティム。幼児、キアヤ。文字色が明るいのが今オンライン。つまりゲームをプレイしている人ってことだな。リストにミニさんが入ってますね。でも今はオフラインか。オンラインだったら怖かったね。アイビスって萌奈さんを発見した時にいた人ですよね。ある意味目撃者かもしれないんで話を聞きたいんですけど。オフラインみたいですね。チゼル。久ぶり。のし。わあ、通信が入ってきました。ビオレがもう亡き人であることは知らないみたいだね。そっか。いくらオンライン上で友達でも本人の安否なんて伝わりませんからね。そうだな。ツイッターで友達でも誰が死んだとかわからないもんね。噂を広げるわけにもいきませんから。
事実を隠してうまく話を聞き出してくださいね。え、怖。珍しいね、こんな昼間に。笑。こんにちは、千鶴さん。この時代に W あった？どうしたの、改まって。実は私、ビオレの友人なんです。お、あ、本人じゃないの？この語尾につく W って何ですか？かっこ笑いを表す省略企業だね。ネットゲームでは暗黙のルールって感じで使われてるよ。草。へえ、顔文字とかもなんか可愛いですね。ビオ、何かあったの？実はここ数日行方不明で、このゲームに何かヒントがあるんじゃないかと。あ、それってもしかして心当たりありますか？待って、そっち行くから。何か思い当たるみたいですね。あ、誰か現れましたよ。転送してきたんだ。ん？二人いるぞ。チゼルとモケピ。モケピも来た。お待たせ、詳しい人連れてきた。こんにちは、ビオさんいなくなっちゃったの？すいません、わざわざ。いや、あんなこと言ってた後に急に来なくなっちゃって、ちょっと心配してたんだよ。あんなこと？おお。あんなこと、前にミニって名前の子に会ったんだけど、その子雪だるまの格好しててさ。ああ、そうだそうだ。あ、じゃあ雪だるまの装備手に入れた後なのか、死んだのは。それをビオがやけに気に入ったみたいで、どうやって手に入れたのかしきりに聞いてた。雪だるまね。かさみさん、スノーマンに会ったんでしょうか。なんだかすごく執着してたよ、その雪だるまに。アイビスさんって知りませんか？ビオレが一番多く会ってた人みたいなんですけど。ごめん、知ってるけどあんま関わりたくないから嫌われてる。うん、その人のことは聞かないでほしい。ビオレも何かと付きまとわれて迷惑してたみたいだよ。ほう、評判悪いですね。何か問題を起こした人なんでしょうか。まあそういう人はネットゲームにはいるわな。ああ、たくまくやると死ぬとかどうとかってやつだっけ。あんま気にしてないや、汗。あんま気にしてないや。でもミニさんは絶対秘密だって言ってた。ふーん。でもそれをきっかけに二人は仲良くなってったようで、個人的にもメール交換とかするようになったみたいだったよ。そしたら10日くらい前だったかな、ビオさん突然、スノーマンに会ってくるって言って、今日が7月4日。って設定だよな。7月4日で10日前だから6月26日らへんか。スノーマンに会ってくるっつって、それっきりパッタリ。なるほど。それって正確に何日のことだか分かりますか？日曜日だったから23日かな。会社を無断欠勤した前日ですね。話は合いますよ。発見されたのが、いやでも、その後スノーマンって敵が雪だるまを出すって話を聞いて、ビオさんが雪だるまを探しに行ったのかって分かったんだ。でも、スノーマンとアイスバーグに出るって話じゃん？そこに行くには船が必要なんだけど、随分、あれだな、詳しい話するな。うちらの周りで船持ってる人いないから、行くまでも大変なのか。どうやって行ったのかな？まあもしかすると固執してたのは雪だるまじゃなくてミニさん本人だったのかも。なるほどね。ってゲスな勘繰りだけど。わかりました。わざわざありがとうございます。うい。それじゃあビオさんに会ったらよろしく。こいつらかわいい。うーむ、いろいろ確認できたね。イクルミさん、雪だるまって英語でスノーマンって言いますよね。そうだね。まあそこから取った名前だろうけど。スノーマンに会いに行くって言葉。雪だるまの姿をしていたミニさんの本体。え？つまりかさみさん本人に会いに行くというようにも取れませんか？なんだって。それってどういうこと？本人同士はメール友達らしいし。照れくさくてそういう言い方をしたのかもしれないな。え？でも萌菜ちゃんに？萌菜ちゃんにそのメールする？ちょっといい感じになってたのに。他の女に会ってくるってことだよ。
でもそんなことまで萌菜さんにメール送ります？そうだよ。いや、あのメールはもともと紫さん本人が送ったかどうかわからない。確かに。え？そっか。じゃあそのことを会いに行くと知っている人が、タクリマックスの中の誰かがメールを送って紫さんを陥れた。あ、ビオレ宛に通信が入ってます。え、アイビスって人からですよ。こいつなんか知ってやがる。あんた誰？え、あんまこそこそ嗅ぎ回ってるとあんた死ぬよ。うわ、こいつ小林じゃね？何これ、どういうこと？アイビスは紫さんが死んでることを知ってるんでしょうか？もしかしたら僕らの知ってる誰かが？あ、ああ、アイキャッチ仮面幻想殺人事件。2002年7月5日キブカワ探偵事務所。次の日、イクルミさん、おはようございます。早速ですがこれまでの捜査をまとめておきましょう。怖くなってきたね。そうだね。お、よう、調子はどうだい？きゃー、びっくりした。先生どこ行ってたんですか今まで。まあともかくこれまでのことを聞かせてくれたまえ。本当にもうまとめ。あ、今セーブすればよかったな今セーブすればあれだったのにな。次明日とかやるときまとめから入れたのに。まあいいや。それでは時系列順に整理してみます。6月23日日曜日、ビオレかっこ紫がスノーマンに会いに行くと言い残して失踪。6月24日月曜日、紫会社無断欠勤、萌菜宛にメールが来る。6月25日再び萌菜にメール、スノーマンに会った、思い残すことはない。6月26日紫自宅で死体となって発見、死因は紅茶の砂糖に盛られた青酸で、7月2日なんだよな。結構空いてるよな。笠見幸乃が自宅でゲームプレイ中にショック死。なんかショック死のことをもうちょっと調べないとダメそう。7月3日、須永氏がキブカワ探偵事務所に捜査を依頼。紫氏の部屋に以前はなかったコートがあり、中に携帯と鍵。その携帯と鍵には笠見の指紋。携帯の電話帳には萌菜とミニ。てか、笠見さんの指紋がつく意味がわかんねえな。紫氏は画期的な新技術を開発中だった。7月4日、枯らし桃江の紫の自室にて生産中毒により死亡。枯らし桃江は、現場社の小林氏と関係、小林と関係があった。萌江は小林がソースコードを盗むために紫に送ったスパイ。紫氏も萌菜以外に好意にしている女性がいた。それがミニ。ミニは笠見雪乃のキャラクターの名前であった。ミニは雪だるまのぬいぐるみを着ていたらしい。紫がスノーマンに会いに行くというのは、雪だるま括弧のミニ、笠見雪乃に会いに行くという意味だったのではないか。とまあざっとこんな感じですが。伊豆名くん、僕のコートはどこに行ったっけ？え？邪魔だったからクローゼットにしまってありますけど。でもどうして？コートは寒い時に着るものだよ、イズナくん。え、そうだよね。今7月だ。まずそもそもなんでコートがあるかを、あれしてないよ。そしてスノーマンのいるアイスバーグという国はとても寒い地方なのだ。は？そういうことだ。それじゃあ僕も行ってくるよ。え、ちょっと先生。何なんだありゃ。どうせ適当なこと言ってサボってるだけですよ。本当にもう。というところで、え、なんだこの短いセーブ。ちゃんとセーブできてるかな怖というところで、2時なので今日はこれぐらいにしておきます。また次回。何もなければ明日かな。明日やろうと思うので。お疲れ様でした。結構怖かった。冷や汗かいた。また次回やりましょう。お疲れ様でした。遅くまで。明日はもうちょっと早い時間からやりてえと思います。お疲れ様です。
おつ。おつおつー。